ノーです。はい、ありがとうございます。文化のセッションこんなたくさん来ていただいて大変嬉しく思います。ありがとうございます。あの今日ダイアジャリお越しいただいていて、ダイアジャリ G1 に関わっていただいてどのくらい経ちますかね。はい、えー、4年ぐらいになると思います。4年ぐらいですよね。はい、で、まさにこの。 大峰さんで先日いつも間違えちゃうんですけど開放業をなさったの方は2人目というこういう大アジャリって方がこの GI に関わられた意味っていうのを私はそのこの時代に大アジャリが存在されそしてこの GI にいつも来てくださるっていうのは何か私たちはその意味を考えたり。 ダイヤジャリから何を学ぶべきなんだろうかっていうことを改めて考えるということを今日その機会になったらいいなと思っているわけですでそんな中でこのダヤジャリがなさったまあ主言ですね、まあ、こういったことを歴史的にこうご研究をされているのが今日来てくださった菅谷先生でいらっしゃいましてあのもう大変な研究者でもいらっしゃって大みでで日本で初めての金の あの、いろんな発掘とかをされているんですけれども、あの、お忙しい中お越しいただきました。えー、そういう意味では、実際のご経験、そして。 研究的にどういうものがあるのか、えそういう,ようなものをえ伺いながら皆さんと一緒に考えていけたらと思っております。ではまずあの主言という言葉今日もテーマに入っているんですけれども、まあすでに主言についてよくご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、まずはそのそもそものご経験をされている塩沼ダイヤジャリからどのようなご経験をされたのかというのを伺うところから始めていきたいと思います。ダイヤジャリお願いいたします。はい、えー、私は。えー まずはじめに、えー、テレビで荒行をするお坊さんを見ました。で、インスピレーションでこの修行がしたいと、まあ、幼心に、えー、そういう思いが芽生えて、高校卒業後に、えー、奈良吉野山金風泉寺の門を叩きました。で、仏教のことも、神道のことも、えー、それほど詳しくはなかったんですけども、頭の中には荒、えー、行をする、そのお坊さんの姿が、 非常に私は憧れてでお師匠さんのもとについていろいろと学ぼうとそして修行をしようと思ったんですけども修験の伝統を受け継ぐ師匠だったもので弟子に教えるものはないとただ一緒に生活をしていただいて一挙手一投足の中からわしの背中からそれを学んでもらうしかないんだ といういことなんですね、えー、ですからほとんど仏教的な教義もあるいは修行の極意もどんなご経験を先輩方はされていてもほとんど弟子たち後輩に語ることはありません、えー、自分で実践をしてそしてそれを得るものこれが修験ということなんですねで、えー、大自然の中で修行するわけなので大自然から受けるこの教訓 というものは非常に大きいものがあります大自然というのは、えー、すなわち自然ですので、えー、その自然の中にはさまざまないろんな理にかなった情報がたくさんありますそれを自分の今の心と照らし合わせてあ、そうだあ、そうだ一目一掃のその姿の中からあるいは、えー、天気も毎日違いますそういう受ける教訓の中から ここを改善していかないといけないなここを改善していけないといけないなで当然、えー、生きるか死ぬかの瀬戸際のそういう苦労もあるわけです。でそれを乗り越えるとなるほどなるほどと気ままわがままの自分に気がつくわけなんですね。でだんだんとなんですけれどもだんだんとこの心が丸くなってくると言いますか人間が完成されてくると言いますか。 えー、そういう時に初めてお師匠さんが、えー、お茶を飲みながらあるいは雑談の中から言ったことが「あこういうことなんだこういうことなんだ」こういうことなんだ「難しい仏教書いろんな教義的なところを後から勉強すると後付け理論的なものであこういうことなんだ」ということが、えー、分かるわけであります。もしかするとこれは私たちのの日常の 生活の中でも言えることかもしれませんというと、現代に生きる私たちもですね、初めから参考書を読んで,で、失敗しないようになるべく近道という道もありますけれども、とりあえずやってみて、そこで失敗しながら痛い思いをしながら、ルーティーンの中で情熱を持って、今日より明日という気持ち、そしてもう一つ、心が柔らかくならけばなりません。 先ほど心が丸くと言いましたけれども心が心を丸くするためには心が柔らかくないといけないですね粘土のようにカチカチでは、えー、自分の心を丸くすることはできませんおにぎりを握るときをイメージしていただいて,いただいてもそうですねかたければ丸くならないんですその丸くそして柔らかくするための秘訣は何かというと謙虚であり素直であることこれがいわゆる 一番修行の中で大事なことかなと思います。まあだいたい現代の方に分かりやすく、そして現代のこの生活もちょっと照らし合わせながら修言というものを語ってみました。ありがとうございます。いやもうありがたいお話を伺ってで今聞き入ってしまっていましたけれども少しだけその実際に。 自然と触れ合ってっていうお話があったんですけれどもそこの部分をもう,少しもう少しご経験をお語りいただきたいんですね1000日間どのようにこう自然と触れ合う修行をなさったのか少し教えていただけますか、えー、修行の期間になりますと、えー、1日16時間歩き通しますですから、えー、普通の方が1日8時,間8時間労働だとしますとその倍ですから、えー、この修行は非常にブラックだと言われています 通称ブラック修行とも言われております、えー、この16時間48キロの山道を高低差メータータ以上あります実際には2,000メーターのぐらいの山に登って2,000メーター降りてくるということを5月の3日から9月の3日まで続けますので、えー、食べるものがおにぎりと一日1回の精進料理になります 1>, 1ヶ月もすると爪を触っているだけでポロポロとこう砕けてくるといいますか全くカルシウム分を取らないしサプリメントも取ることができません、まあ、当時はそういうものがなかったので,で3ヶ月目になると決まってもう肉体の限界を超えているんでしょう血尿血の色のおしっこが1週間ほど出ます3ヶ月目というとちょうど近畿地方では梅雨明け 宣言がなされますその梅雨明けと同時に40度を超えるようなうだるような山道もあるんですねうだるような暑さの山道もありますでそうなると体力が一気に低下して1週間ほどの欠如が出るでその後約1か月同じ修行を続けます毎朝12時半に出発をして帰ってくるのが3時半で山を歩く時間が16時間ですので残りは 8時間になります行く帰りの用意そして帰ってからの掃除洗濯次の日の用意がありますので寝る時間は自然と4時間半ほどになります残りの1ヶ月は呼吸とリズムで吉野の本堂を金プ泉寺の本堂を出発して24キロ先の1719メートルのお山に行って、えー、戻ってくる。 ということをこう繰り返し繰り返し当然雨の日風の日どんなことがあっても休むことができません万が一休むもうこれ以上もう前に行けないと自分で判断したならば担当で腹を切って自害して行を終えるまあ当然そのレベルになりますと足元に咲いている一輪の花からも気づきがありますもうなんでこんな 山奥で咲いてんだろうそして心身ともに疲れ切った自分の気持ちこれをとても癒してくれるそしてこの花には隣,の隣に同じようなきれいな花がたくさん咲いているでもこの花たちは喧嘩しないし妬まないし嫉妬しないしもしかするとこの花よりも自分の心は踊っているなという大自然から受ける教訓 で花は自慢しないです私こんなに綺麗でしょみんな元気になろうよとアピールしてませんけれどもただそこにありのままに咲いてその根を下ろし自分のなすべきことをなしているという姿からも自分の心と照らし合わせて気づきを得るという、まあ、大自然から受ける教訓というのは、はいえー、例えばこういうこと、まあ、こういうことたくさんあるんですね、はい,こういう気づきが、はい、ありがとうございます。ここうういいったのの修行というのは こう修験道と言ってしまって大事アジャリの場合もいいんですかねはいはいでこの修験道ということをまあ言葉であるんですけれどもこれはまあ日本で生まれてきたものであるとでこれほどこの過酷なお山で修行するっていうような修験道が何故生まれてきたんだろうかというところをですねぜひ菅谷先生にお伺いしたいのですあの修験道私自身は山伏で 大代様とととはあの宗教の立場で言うと月とすすほど違います僕今日も控え室で天皇陛下と一番下っ端の今の私と一緒ぐらい差があると大江太さんいう立場はこれ平安時代ですと天皇陛下大江太さんのところへ行って頭をこう深く深く下げるのがだから今もあの比叡山とか高野山では天皇陛下の頃もちゃんと 供養されてあの,、まあ行事の名前違う名前がいろいろあるんですけど、それをして窮地を収めるとで、するとそれは陛下はそれをいられると、そういうところに仏教と、今あの、陛下、まあ、皇室は神道神道を言ってますけど、けど仏教と深い繋がりますだからあの皇族の方があのおあの赤ちゃん生まれるときにはあの、お寺の帯を <laughs> おしめになったりもします。 で私自身はもともとは時間も私ちょっとしかないんで、えー、若い時から登山をしておりまして、えーまあ、登山者としては、まあ、一流のと二流の中間ぐらいまで行ってた、まあ、若い時には一流やと自分で思ってましたけどね、まあ、あのあのあの真冬の日本アルプスの岩場を登ってましたんであのそれでもまあ死,、まあ、死にかけてやめたんですけど死なずに今も生きております。でそれからね えーとそういうことしてなかったんですがある時あのお坊さんがおっしゃったように大峰山という日本の修験道の中心地に、えー、本堂がありまして重要文化財になっておりますでそこにね高校生の時もごく初期の登山やってた自分に土器がおってんのを知ってたんですよでそれは当時はねあの奈良時代の時こか平安時代の時かもよく分からなかったんですけどあの学生やって えー、ちょうど勤め始めた自分にある論文が出てこれは平安時代の五穀初めの時でこの京都の時だということでそれを思い出しましてねでその大峰山寺の本堂を修理する時にはですね地下を発掘しようということを提案しました当時あの実はあのお坊さんが修行された東南院さんのご住職のが反対されまして一番反対されたのは吉野山の寄贈院さん とかで中を取っていただいて竹林さんの福井さんの先代さんが発掘させたと「お前その代わりうそ言ってたらは切腹もんや」と言われて脅かされながら発掘調査をしましたら頂上からですね奈良時代の遺物がいっぱい出てきたんです奈良時代のそれも正倉院クラスの宝物がいっぱい出てきましたそれびっくりするもんあのあちょっと、まああの こういうようなねものがあの出てきましてですね。柄、お経ありますね。お経って今はあの印刷本ですけど、あの昔は巻物でしたんで軸があったんですね。軸のヘッドまあ、おまけあの掛け軸のとこにヘッドありますよね。あれ、今木とか造形とか多いですけど、ガラスでね。トンボ玉いて2色のガラス玉が大宮さんの頂上13個出てきたんです。 でそのガラスのそんなものはね今正倉院に2点しか残ってないんです法隆寺も甲府寺もありません小倉院しかないんですねだからこれは皇族のもんだとそんなことが分かって調べていったら大峰山の頂上からですね奈良時代の時が見つかったんですそれからまあ何年も大峰山の頂上、まあ、登山家ですからあの中松のってですね、えー、吉野から熊野まで。 4 5回歩きましてですね土器探ししましてこあのお坊さんはルーティンを繰り返してお、OK、経を唱えて僕らも父の同期ばっかり見てそうすると大峰山から南へ、まあ、一般に九時間と言っている三千という山がありまして大峰山よりまだ高いんですけど、まあえー、その山の頂上でですね、えー、奈良時代の末か平安のごくはじめ、まあ、今奈良時代の一番おしまいぐらいの、まあ、奈良の都が 京都の平安京に移った前後ぐらいの土器のね大きな30センチぐらいの土器が見つかったんでバラバラに割われてでこれはもうそこまで奈良時代の人が来てたとで金の仏さんとかやったらね後で今でも持っていけますよねけど日常のあの今でいうプラスチックの容器ですよ使い捨てのそんなものがそこまでいってるその時にあったと。 それで大峰さんの発掘調査したらですね平安時代の時がですね一番たくさん出た調査ではですね3トンヘリコプターで釣り下ろしたんですけどヘリコプターには釣り下ろす時に重量計がついてましてそれでやると3トンと出ましてあの持って帰ってね今まだまだ調べとる最中なんですけどあのそれやるとねこれは京都の都のものだということあるまあそんなんで修験道のね大峰山の開山はねあのあの平常期より前に 縁の行者さん今は神弁大菩薩と言いますけど神弁大菩薩さん縁の行者さんが始めたとおよそ1,300年前でで今年はその記念の年なの大峰山で、えー、修験やっていらっしゃったらですね荒、まあ、あ行先ほど荒行荒行していられてなんか普通3721日それを3回繰り返してやって、まあ、あの山の頂上でねこもりられて。 でその時にねふっと気づいたら蔵王権現さんが目の前に出てこられたそうです。するとにこやかな、ね、私のような顔してたそうなんです。<laughs> それで私の期待するのは直しをしてもらうために「憤怒ののう怖い顔しかいかねない」でまた修行されたらあのちょっとしたらあのぬの層が出てきてこ,ここに牙が出てきて頭を。 あのこう土発点をつくといてこうあの土発点をついてねでここにあの院を結んででこっちこうして下はこっちの下を置いてこういうのをされるこれは第二次のでの地検院に近いんですけどこっちは設置院に近いて天と地を結びつけるような院を出てでそれから今年は1,300年。 でこの間の秋篠宮さんだったと思うんですけど鳥取県のほう大山へ行かれたのに大山にその肉ふやかな人は飛んで行きはったでお前で行きどっか行って,行ってこい言わはったから猿之さんが。でそれでほう大山に大山寺というのと大山神社ができたんです。まあ私はそれを体感したい思ってあの若い時にほう大山に真冬に登ったことあります <laughs> 1月かな、ね、2月に。 まあそんなこともあって、そのうちにもっと勉強しよう思い出して、はい、今こういう学校も見通して、主厳道の起源とか、主厳、はい、の起源とか、荒行の起源とか、ね、おっしゃった荒行を、まあ時間があればまたご質問があったらします。はい。はい、で、その主厳道の一番最初の起源は円の往時の。 が、まあ、まさに山にこもった時に権現様が出てこられたっていうところはスタートしてるんですがただあの先ほどち,ちらりとあの菅井先生に伺ったところによると空海がまずあの国家公務員としてお勉強していたんだけれどもその国家公務員として儒学をやってたんだけど飽き足らなくてで仏教を勉強しようと。で仏教をいっぱいや勉強したらこれまた仏教もいかがなものかというところで修験お山で学ぶ。 というところに至ったっていうお話ですけれども、なぜその仏教に飽きたらず今度お山で修行しようっていうふうになったのか、またお山で修行することによって人はどう変わる、何を得るっていうふうに空海は考えたのだろうか、それともそれは最澄なのか、そこは先生のご研究の中で知見はございますか。<laughs> 僕はそこまで阿彌様ほど修行してませんのでわかりません。<laughs> あの空海があの。 もともと非常に聡明な人で香川県から出てこられるんですけどでその時に入ったのは平城宮にあった大学というところです、まあ、現在の東京大学に通じる、まあ、国家公務員の養成機関ですよね定員が毎年22本付きいないで、それで通ったんですけどすぐさま逃げ出しまして。 大安寺とといいうお寺へ通い出す奈良のここののこホテルのちょっと南にあでそこでねゴンゾーというお坊さんに出会うんで出会ったのかよくわからないんですゴンゾウという、はい、でその人はねあの荒業してた人なんですよねでそのお坊さんでねお坊さんは何しろお経を覚えなきかなわけですよ。でそれをね覚える方法としてねインド以来ねその自然の中で瞑想して覚えるというのと受験勉強して覚えるのと。 で瞑想のの人はね街の中るの雑音が聞こえるですよ特に女性の美人の人の声が聞こえたら、ね、男お坊さん男しかいないわけです気紛れはしますよね特にあの大学というのはですね平城宮も平安京もその真横にですねあの歌舞伎座やねごめんなさい宝塚みたいな歌手ダンサー養成男もおるんですけど養成するあの画角寮というね とやだから木工会は大安寺に行ってで大安寺は町の中の仏教授でそこに乗るとやっぱりそ題なことですからで結局山の中入ろうということで大阪府の牧鷹山へ登ったとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、それで山に入ってで先ほどお坊さんがおっしゃった一木一草で一木一草でね花が美しくおっしゃいましたよね。 あれでねあのあの今「源の証拠」という、ね、お薬になるあれきれいな花咲くんですよピンクのちっちゃいあれはね源の証拠な「源」は主源の源主源の源はあの何かお願いしたらそのまま出てくる意味なんですよね めること修行することによって現画でルーティンをやることによってルーティンっておっしゃってましたのでルーティンをやることによってそれで人間としてお坊さんとしてひらめきが出てきて人民を国民をでそれ奈良時代の国家公民のお坊さんはね国家のことを学問するだけでいいんです国民どっちでも、まあ、極端には良かったわけですよ。そのでそれと国民はね お坊さんに期待するのは何かというと今年豊作かどうか私ちょっと調子悪いんやけどお坊さんいうのはもう万能の先生ですから調子お薬くれませんかとだからダラニスケというのは先ほど修行中にあの梅雨明けしたあと血尿出るとおっしゃいてましたねでその時はね一番自然の力強いんですよだあのダラニスケというあの大峰さん 吉年は代表する漢方薬これはね梅雨明け3日にキハダという木の皮を剥いできてにしめるんです。だ梅雨明けとだからその薬を持って江戸時代やら室町以降ぐらいになると山口さんは山を降りて村に入っていて病気治すんです。 江戸時代とか室町江戸時代の山伏はお坊さんと違いますのでお坊さんのはるかに下ですからこの人たはお医者さんであり薬剤師であり霊媒師でありそれからあのパワースポットを自分でその場へこれごダンというんですけどパワースポットを作ってですねだ精神の面から薬物治療からまあ相談事とかだからこの大阿リ様にご相談されたらみんなホッとすると思うんです。 でそううされたいいいいとと思まますす、ねはい、ありがとうござ本当にあのごまにお邪魔すると何かが変わる感じがするんですけどあの今菅先生おっしゃっていただいて、まあ、最初は「何でお山なんですか?」っていうと「気が散るから」っていうところからスタートしてびっくりしましたけれども、まあ、結局その当時のお坊さんっていうのが非常に人の心身 共に癒してくださる存在であったとでその存在になるための一つの修行としての山岳での,あの学びっていうのがあるっていうお話でありましたがではですねダイジャリ現代のダイヤでございますかつてのダイジャリは天皇様も頭を下げる存在で今ほんとすいません私たちこう無礼を働いている感じがすごいするんですけどこの現代の山岳修行されたダイジャリのお役割 ご自身に聞くのも変なんですけれども何だというふうにもしかしたらお師匠さんから言われたかもしくはご自身の中で感じてらっしゃることがあれば教えていいたただきたいですやはり分かりやすく言うといろんな世界というのはまだ一つになっていませんもちろんいろんな地域や国や文化宗教それぞれ尊いと思うんですけれどももう 人類の歴史が始まってからおそらくいろんな対立や争いその繰り返しだったと思うんですね。しかしもうそろそろもう簡単なアイディアでみんな仲良くなろうよというその心でですねアイディアっていうより心でもうみんな一つになるよう仲良くなろうよというそういう時代ではなかろうかなと思います。で主言の歴史を 簡単に、えー、振り返ってみると、えー、600年代に、えー、日本にこの民族の宗教である神道という土台の中に仏教が入ってくるわけなんですよね、まあ、普通はそこで仲が悪くなるんですけれども、まあ、神道も仏教も共に排他性と独善性がないのでとても仲良くなりましたでしばらく、えー、していると聖徳太子様 まあ今は、えー、そう言わないかもしれませんけれども私たちが習ったのは聖徳太子が、えー、大阪の四天王寺を開かれたりで、えー、法隆寺を建立されたりで奈良の仏教が定着していたで先生がおっしゃるようにその当時の仏教といいうのは学問だったらしいですで。それで、えー、そんな学問だけで駄目、えー、じゃないかと異を唱えたのが、えー、縁の尾角。 で後に後角天皇から神弁大菩という菩薩号、東大寺を建立されても行儀菩薩と、この菩薩号をいただいた、死号をいただいたお坊さんはお二方しかいません。で、この縁の行者神弁大菩薩が、えー、桂木さんというこの奈良と大阪のこの間、この麓で生まれました。で、その桂木さんに上って修行をしていました。まあ、その頃はもう 一説によると、叔父の願行から徳度といって、お坊さんのおになる、そういう儀式も終えていたと言われておりますけれども、その勝浅木さんの麓、当時はこの飛鳥に都がありましたので、そこから見た大峰というところは非常に神々しくて、神や仏がすがう場所とあがめ立てつられていた、そういう地域だったんですね。じゃあそこに行って自らが 修行、えー、してみようということで大峰さんに行きで当時のお坊さんたちとしては違うことをしているわけなんですよね全くで修行をし造語権現を監督されてまた都に戻ってきた時はものすごい今でいうスーパースターになっていたらしいんですで、えー、なぜそうなったかというと先生がおっしゃることと共通する部分は再生利民といって 他の心があるわけなんですでこの「利他の心」というのは自分の「自利の行」というその修行の捉え方これはまず自分自身を完成させるため先ほど言ったこの心を丸くし人間を丸くしていくそのために修行をしその後は利他の行皆さんのために尽くしていくという修行になるわけなんですよね、えー、皆さんもそうですよね。 いろんな学問やいろんな技術を習得しその後のお仕事においては皆さんに尽くすお仕事ということで成りわいを立てると思うんですよでその中で藤沢さんからのご質問に受けた今一番大事なことというのはこの日本というのは和の国とも言われておりますこの和というのは非常に表現が難しく言葉にするのも海外の人に 伝えるのは難しいですね、えー、和というものはハーモニーでもないしこのどうやって伝えていい,いのでも我々はそれをなんとなく和と言われると感覚で分かっておりますね。でこのみんながこうつながっていこうということこれですけども、えー、私のお師匠さんの表現では「修験というのはホスピタリティなんだ」ということを私は19二十歳の頃お師匠さんが言ったんですね。 この相手に対する思いやりこれが主言の極意なんだと教えてくれましたでホスピタリティというのはサービスとは違いますねサービスというのはこの主従関係がありますただホスピタリティというのはもう一切そういう自分の利益とかなくし人に尽くすことなんだとで一人で山に挑んでいく解放業みたいな、まあ、そういう命懸けの業もありますけれども 一般の山伏さんたちが一般のというのは在家でありながらお坊さんの得道をしていたりそういう仏教を志す人、まあ、そういう山伏たちがですね集団で670名で奈良の吉野山から熊野に至るまでのこの大峰奥掛堂というところを1週間から10日かけて集団で行をします。 と山道を登るときですね、なえながら集団で行くわけなんですね。そのときに、先頭になる大先達は、必ずしも元気で足が丈夫な行者が先頭に立つわけではない。どういう人間が先頭に行くか、目的地から目的地まで怪がなく、 なるべくみんなが疲れが少ないような歩き方をする線立ちがいい線立ちなんだと言われていますそれで山々の宿坊を借りながら、えー、修行を続けていくわけなんですけれども例えば薪が一定の量を積んでありますそして自分たちが煮炊きするためにその薪を使ったならば次来る行者さんのためにまた同じ 分分の薪を補充して自分たちは出発するというそれで、えー、10年も20年も来ている先輩もいるわけですよねけれども先輩の人からお風呂に入るわけではないですご飯もお風呂も新客といって一番新しい人たちのお世話をするのが先輩の役目なんですねこういうホスピタリティの精神が資源にはあるで1300年も前からこういうことが ずーっと代々と伝えられてきていますので、まあ、今こそこういう「う主言の心」「ホスピタリティの心」「和の心」というものが現代にとってはまたもう一度我々が気づくとこではないかなと思います。ありがとうございます先達って そうなんだって思いながら伺ってまさに別の言葉で英語的に言うとリーダーなのかもしれなくてそのリーダー先を行く者の役割って。 そういういことだったのかななんて今お話を伺いながら感じたわけなんですけれどもちょっとこの辺で一度皆さんから多分いろんなういはどぞ今ねあのお坊さんの方からあの非常に4五期でないというお話だったんですけど鎌倉時代の山伏は4五期の権下です西行という有名な歌人がおりますねあの方はあの大峰山の修行してるんです。 その時に,ね先,輩にね先輩の千田さんに優しくしてくれて優しくして歩いて行ったんやけどしごきにしごかれたいうのを西行は日記にいっぱい書いてますのであの今のもし西行さんの本ねネットやらで読まれたらねお坊さんで見れ時代によってやっぱり違うんですよね少しね。それからもう一つだけもう最後に あの今、山伏というと仏教はお坊さんも、僕も真言宗の山伏ですけど、神道の神さん神社の山伏がおって、これは一番、特に関東の人がよく知っている一番有名なのは、山形県の羽黒山、羽黒山、湯の山、合算とありますね、そこの,あの山伏さんは90%以上、特に多いのは東京、千葉県、あの辺に多いんですけど、その人たちは全部神道です、乗と唱えるんです。 それから九州の太宰府に、えー、ありますん太宰府ね天満宮あの横に宝満山という山るこれはもともと天台宗の,あのお坊さんとの天台系の、えー、修験の山といの今は神道に変わっております、まあ、そういう神道の人もいて多様ですねそしてその西行の時代は厳しかったという話もありましたけれどもおそらくこう歴史を 重ねる中で、主言もやはりあるべきリーダー像に向かって変化してきているということなのかもしれないですし時間がねあればもっとその歴史を一緒に紐解いていきたいんですけど限られた時間の中なのでぜひこのあたりで皆さん、いろんなあの今思いをお持ちかと思いますがぜひお二人にご質問があったら頂戴したいんですけれどもいかがでしょうか、手を挙げていただければ。おお一人人でですすかかいいんですかはいいんはじゃあお二人はいあ二りがとうございました あの私どもも14年、子を立ち上げまして、尾峰を登らせていただいて、今日どうしてもお話聞きたくてです、ね、前のに参りましたので、歴史もいろいろと勉強しない,いかんなと思いながら、一応、あの小選択ここにもいますけどあの、拝命させていただいておりまして、われわれ、もともと先ほどお話を聞いてますと、子どもたちのリーダーシップ教育に僕ら、実は始めたい側面も非常に多くてです、ね、起業家の子どもたちばかり。 えー、基本、今、100名を超える公になってましてで、毎年70名を超える人が参加をいただいております、で子どもたちが登って降りてくると、明らかに目の色が変わるんですね、輝きが変わります、でやっぱりそれがこう自分たちが継いでいくことなんだなと、非常に責任を多く重く受け止めながらやらせていただいています。 ダイヤジャリの方からあの何かお言葉があれば、われわれがこう歴史を継いでいく中で大切にしてもらいたいこと、でその子どもたちに、えー、僕らがこう間違いなく伝えていくべきことも、もう自然の中で触れていることに関しては、おそらく何か感性を磨いていっているものだと思いますけれども、やっぱり少し心や頭の中に置いといてもらえたらいいだろうなと思うようなこと、もし何かアドバイスがあればいただきたいなと思いましたいまはいありがとうございます。じゃいいただけますかはい えまあホスピタリティの話の流れでえ今のお話を回答させていただきますとホスピタリティの前にまずルールマナーということが大事になりますよね。で、えー、子どもたちに対してえその今本当お父さんお母さんがやらなければならない一番は幼少期の家庭の教育しつけですね。で返事挨拶礼儀。 まあこういうのから始まってどんなものにもありがとうという感謝の気持ちを持ったり、えー、目上の人から子どもが注意されたらもうイラッとしてもいやその顔に出さない態度に出さないそして自分を深く反省しまた挑戦するという、えーまあ、いつまでこう暗くなってもダメですのでまた挑戦するっていうそういう繰り返し繰り返し、えー、お父さんお母さんは教えていかないといけませんね。で一番大事ななのはどんな 存在に対してでも、すべてに対して敬意を払うということが大事になってきます。で、私たちは、えー、まあ自分自身は個人ですけれども、もう一人いればことこのおこの関係になってきます。で、個人と社会と、まあこういうことにもなってきます。まあ現代においては、まあどんどんと昔なかったものが出てきます。 産業革命以降は機械が出てきてそして昨今は AI だなんだというもういろんな人工知能とか出てきてじゃあそういうものと我々がどう向き合っているのかという議論にもなってきてますけれども忘れてはいけないのは自自自分自身と自然と然いうものも太古のの古昔から関係があるわけなんですよね。なので私たちはさまざまなものとつながっているどんなものに対してでもこの敬意を払っていかないといけない。 というう、ね、相手を敬うこれは私が19歳の時にお師匠さんからお坊さんになるための儀式の時に一番最初に言われたことが誰でも人間は自分自身が一番大切なんだと誰でも大切なんだ人のため人のためって言っても誰でも自分が大切な存在なんだで自分を大切にしたければまず 向かいい合った人人の人に敬意を払いなさいその見えない孤独がその人からでもないどこからでも返ってくるんだというです、ね、全ては循環しているわけですよね自分と相手でも何かの循環がある人と自然の中でも循環がある個人と社会でも循環があるその一番潤滑になるのは何かというと相手に対する敬意の心思いやりの心 気遣いということをお子さんに教えていってはいかがでしょうかありがとうございますじゃあ柳沢さん柳沢ですええー、今日はありがとうございますあの少し似た質問になるんですけれども、えー、私のその、えー、吉野、えー、熊野というふうに聞くと世界遺産というふうに 消費しててしまっいいるというか受け取ってしままっていますであの、えー、先ほど「子どもが」という話があったんですが大人は私たちはどのようにこの、えー、昔から、えーまあ、大切にされてきて、えーまあ、貴重な霊場というんでしょうかものに向き合えばいいのか、えー、ハイキングの対象ではないと思うんですけれども修行というとちょっと厳しいなと。 あの思います。どういう風に向き合えばいいのか、どういう風に接すればいいのかということに関して、もしよろしければあのヒントをいただければと思います。はい、ありがとうございます。これはお二人に伺おうかと思います。先生、まずあの山伏でもいらっしゃるし先ほど神道系と仏教系で、あとあの僕は毎年、まあ今年去年から病気したんで行ってないんですけど、8月にお盆前後に行くと、あの空手着のようなものを着た。 あのひょっとしたら皆さんなんかそのグループかもしれない後者の人がいらっしゃってこれはもうあのあの宗教色よりも仏教色よりも神道色もない、まあ、ご自身で山と向き合うという,う私の子供の時昭和20年代ですとターザンゴッが非常に入っておりましてこれ山の中で木の上に陣地を作ったりしてでその時にもう木イチゴを食べたりそれからシイの実を食べたりお,おやつありませんからね。 まあそれが主源の「目次企業」とか言って精進料理言いますけど別にあの普通に食べてたわけですよ目次企してたわけそれと一緒でねそれから私の場合はもうお坊さんと違うて信仰心は一般の人でかなりあると思いますあの去年も病気してもお医者さんに何を言われても何にも動じませんでしたあの毎日今もだらにを唱えたりいっぱいしておりますので あのどうしませんでしただからご自身で山と向き合った時自然の人間も自然の一員ですので,で自然のものを食べとるわけでよく言われてるただまあ最近は人工甘味料やらありますけど原則としては自然のものを食べ牛が牛というのは自然の動物であのあの牛が出してくれるお乳飲んでお乳から加工した ヨーグルト食べたりチーズを食べたりするこれ奈良時代からお坊さん食べてたんです実は「祖」とか「楽」とかいう単語があるんですけどね、まあ、そんなのがあるんであのご自身の失礼な言い方レベル自分の考え方ですね自分の考え方であのこの岩の,のとこ行くの,あの巻き道いっぱいありますよね普通楽な道がある楽な道あと楽な道行ったらいいんですよ。 あえて難しい線でも自分の体力に負ってねそうすると次は体力もできたきしていくとだから無理をしないというのが私は一番あのだからプロのお坊さんは無理されるわけで僕のアマチュアはねあの無理したらダメですで私もねあの一時期ね大峰山へ夜真夜中登りいうのやってたことあるんですでそれである時にやめました何十回も通った道でね もう道そらんじるぐらい今でもそねてますけど行く時にねちょっとね間違ったとこ入りましたねお崖の真上でと思ったことがありましてねだからそういううぬぼれないことあのまずうぬ山と向き寄った時きうぬぼれたら死にますあの先ほど切腹の話が出ましたがあのうぬぼれずにねあの自分たちの体力気力まあなんとなくの目的 だから子供さんたちを連れされる時も子供さんのレベルに合わせて行かれて大人はサポートするぐらいがよろしかろうと先ほどおっしゃってましたように今は新客を一番大事にするのと同じでね鎌倉時代は新客を一番いじめたんですけどそういうような。<laughs>

僕初代戦だっいいくらい持ってるんですけどあれがまあ普通器用というのは多分230万するんですよね朝で火のをったたりしたら大変ですよね,ね <laughs> でだからいつもは木、ま、綿、あのものを着てまして汚れても洗いますし朝は自分で洗えませんのでねそんなもんやと思うスポーツ着でもいいと思うしねただまあシンボル的にね例えば初巻き帳とかねシンボル的にたすきかけようとか。 まあ、アマチュアはそのぐらいでいいと思いますそうすると気が楽になると思うんですよリーダーされる時もどうでしょうかちなみに先生あの私の場合は専門なんで頭のてっぺんから足のつま先までトータルで150万ですで,す、ねはいでまあ、鈴懸といっても1着十何万しますので、えー、それを朝で使用しますので年間4着か5着全部壊れてボロボロになってしまいます 非常に大変なものは大変ですね、でも自分で全部払わないといけないので、なかなか修行というのは大変だと思いますね。まあ、その分では私もだいぶ無理をして修行してきたかもしれませんけれども、この無理のお話でいうと、えー、行者帰りという、その先ほど先生がおっしゃいおっしゃました、みせという山の近くに、行者帰りという地名があるんですね。これれははとてもとてててもも、えー、厳ししいい難所でありましていわれは お師匠さんから聞いたんですけども、まあ、そこに行者が差し掛かった時に縁、えー、の行者はそこで帰ったらしいんですよねで帰ってしまったとでなぜ帰ったかというとこのまま行けば死になるとなので一回帰るわけですよねけれどもそこで諦めたわけではなくまだ作戦を立て直して2回目に行った時そこをクリアしてる。 わけなんですねで明らかに見極めて帰るわけなんですよね。で、行というのは、死んだら意味がありません。死ぬために修行があるわけではありません。で、えー、無理というのは理にかなってないということなので、えー、無理な場合には、えー、そこは一度引くということですね。これはビジネスにもつながると思うんですけど、諦めれば分からなくて、まだ攻めていくという、この行者りのこの餃子帰りの基本が、 まあ、修業の一番、えー、大事な部分にも命を落とさないための十分、えー、大事なことにも、えー、なってくるんですけれども。 えー、柳沢さんの質問って何でしたっけ？はい、柳沢さ,さんの質問はですね、<laughs> この世界遺産というふうに捉えている聖地のような場所を今の大人はどのように向き合えば良いのでしょうかというご質問だったと記憶しております。<laughs> 子供たちを連れて行ったときね。そうです。子供たちを連れて行ったときに？はいやいや、大人としてですね。うん、大人として。はい、大人としてどのようにまあ、向き合うのがよろしいと思われるのか。 世界遺産観光地として遊びに行くということしか今のところ今なんてうそれが今一番多いんじゃないかと思うんですけれどもどのように向き合うことをお勧めされますか山にあの入る時っていうのは、えー、どうしてもこの体を使っていくのでものすごく大変なこともあるんですね。山は怖いといとうまず怖い 私は、えー、前回も山に行ってるからだいぶ慣れてるでしょうと、えー、よく言われるんですけれども、回数を重ねるたびごとに山が怖くなってきます。なので、えー、怖いものは何もないけれども山だけは今でも怖いと言います。どんな低い山でも万が一下がりが何かがされていてその、えー、竹を切った時に斜めに なたが入っていて、足をつまずいて、そこに刺さってしまったならば、そこで命を落としてしまいますよね。どんな低山でも、ハイキングのような道でも、山が怖くなってきます。大自然というものは怖いもんだ。という、何か一つ畏敬の念を持つ。ということも、大事でしょうね。はい、い。ありがとうございます。先深井さんの。はい、あの、柳沢さんというお名前を聞いて。あの。 塩沼ダイヤジリの先輩の柳沢慎吾さんという方を思い出してたんですけど、一族ではないですよね。あ、よかった <laughs> はい、ダイヤジリの一つの。あのそれでね、世界文化遺産はね、私実はあのし日本国内のあの調査委員を務めたりしてまして、それから。 あの申請書書いたりもしましたんで責任者なんですけど世界文化算ってね例えば皆さんね例えばローマ行ったら殺す性も見ますよねあの時何か,か考えます別に特殊なことそれからあのイギリスとかあっちこっち行ってね中国行って中国の北京の故宮とかそれパンジャイアントパンダ見に行ったらあのあの住んどるとこねあいつでも世界文化遺産なんですよ。 別にその構えませんよね誰もねでその一つだけ裏話もう十二十年経ったのに世界文化遺産にするときに当時の文部省は四人金星を外せと言ってきたんですでそのお坊さんの中でまあおお嶺さんの管理しているお坊さん六人いらっしゃるんですまあまあまあ権利がちょっと微妙なんですけど六人のうちね一対一 1対,1対ニュートラルが1人ぐらい反対が1人賛成が45になったんですよでその時私はね「菅谷はお前どうもおい」って当時、まあ、ちょっともう研究でそれでね「世界文化遺産はね文化の伝統が大事なんだと」とでヨーロッパとかの修,修道院とかあの修あの女の人の修道任員とかいっぱいあるとあれいまだにロープを使ってケーブルでしか入らんような修道院やりっぱいあると。 でこれは男女別々というのは徹底しているのカトリックで。だそれと一緒で構えず必要ないとで。それ言うたらね、文部省の人が怒られたんです、私。でそれで世界文化遺産に登録したらねで、それを文部省の人があの会議でもう間もなく男女同権にしますよと言うた途端に委員会で却下されたんですあの今までの歴史の文化がいうのは大事ないと。文化が大事ない。 文化は毎、ね、毎毎年毎日毎日変わっていくんですよ。例えばお坊さんがねあの30年ほど前というかね修行を始めた時に、ね、今のような日本語を作ってなかったと思いますもうちょっと堅苦しい日本語を使いますよね気取ってはりますから今はもうダイあざりの達観してありますよねだからダイあざりなんでそれと一緒でね気取るということがねあの世界文化遺産高野山へ僕去年も行ったんですけどね フランス人やらイタリア人やら日本人よりも多いですわ中国人や韓国人よりも多いですわその人らはね世界文化遺産で日本のまあ心を見るだけでもそれからこ空気に触れるだけでもといって来てはるわけです、まあ、そのぐらいにね気楽に必要やけど修行の場合やけど気楽にね法隆寺行ってねこれ何州のお経を唱えてはねとかね何州の東大寺行かれてね 東大寺の根本でお経なんどんなお経を唱えたのかと考えることはありません大仏典見ても考えないでしょね最初、まあ、お経を唱えたり二月堂行ったら観音経を唱えたり三月堂も観音経を唱えたりするんですけどその後こと誰も考えないわけですあこれが我々の先輩が1,300年前に作ってくれたその後1,300年間みんな大事にしてくれてたねと私もそれを楽しんで。 すると心豊かになりますよね姫路城を見たら、まあ、300を2 3 0年前に作って、はい、よくぞこんなもん作ってくれたとだから中入れますよね先生このままいくと世界遺産を全部おっしゃるかもしれないいや言わない言わないありがとうございますだからそれと一緒でね <laughs>、はい、そういういつの時代のでもね歴史皆さん我々の先輩 縁もゆかりもない先輩ばかり、その人たちが守ってきたものを我々共感もった損でいいんです。はい、あ,あまり構えないことだと思いますわ。ありがとうございます。素のままの心で接してみようと。はい、ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。はい。他にはいらっしゃいますか。はい。お二人他は大丈夫ですかね。はい。ではお願いします。今日はありがとうございます。北上と申します。あの修験道のね目指すものがホスピタリティっておっしゃいましたけど、そのもっとその競技 この宇宙観とかね、そういうものはないような感じがしたんですが、そこでその質問は、ですね空,空海さんというのは割とすごい、理論なんかものすごい複雑な世界観というか、宇宙観を持っておられますよね、あの重々心とか、ああいうのを読むとでそ、その空海さんはその修験道について、どういうふうにとその自分の密教の体系の中で位置づけと捉えたのかというのをちょっと聞きたいと思います、はい、ありがとうございます。 もう一方いいらっしゃるので合わせていただきますどううもありがとうございましたすごくシンプルな質問なんですが、えー、アサリさんがなんか素敵だなと思われる人とか尊敬される人がいたらシンプルに教えていただくあり,がたい、はい、ありがとうございます、えー、では、えー、空海さんがどのようにこの修言と位置づけてらっしゃったかというのは先生に伺うのがよろしいでしょうか、はいはい、あのもう本当に1分ほどしかないんで時間が。はいあの 空海ささんんははでですす。ね、ご自身は大都会のお坊さんです平城宮でお坊さんになられてで天皇陛下のご親人が扱ったんで特に佐賀天皇という人のご親人が扱ったんですけどいつも山に憧れた憧れの山けど結局は京都の当寺とか当寺ってありますご五のとのあともう今なくなる西寺というそこの住職してるんです。 けどね時々抜け出して神保寺というお寺へ行ったり、それからあの来るんですけど、亡くなる7年前にね、自分は最後は小屋さんで死にたいと。で、なんで小屋さんに行ったかというと、若き日にその大学をエスケープして、ふらふらしとるときに、吉野から一日南へ行ったと、大、ま、峰、あ、さんのす、そこから2日目西へ行ったところに小屋というところがあったと、あれが私の理想の世界やと。 そこの土地くださいと佐賀天皇に上申されるんですでそこで若い坊さんを修行させたいとで同時に自分は死んだらそこに葬ってほしいという,い,ういうようなことを遺言,言してるんで憧れの山空海だから時々山に弟子たちを生かす、まあ、そういうように、まあ、簡単に言えばそうというもんやないかと思いますけどね。 完成でっていう <laughs> お話なのかもしれない先生あれですよね修験というのは根本に縁の行者が1,300年前に開かれた教えですけども、えー、西長さんも空海さんもその後なんですものね修験のその、えー、道の中に後から、えー、密教も入ってきたということなので、えー、密教空海さんのあたりから非常にこう理論的に。 なってきましたねで元初めの頃はおそらく資源、えー、道は菩薩道だと言われております。えー、不正、自回ニンニク精進、禅嬢、知恵。分かりやすい不正というのはこう相手に対するこう笑顔とか、えー、そういうふうなあ優しい言葉とか、これもお布に入りますよね。で、自回というのは、戒律をきちん、約束ごとを守る。で、なるべく怒んないようにする。で、えー、常に、えー、一定のリズムで努力をする。 で心は穏やかにするそしてその自分の生きる知恵を磨いていく人として生きるよりよく生きるための知恵この6つをことごと実践してよというそういう競技的なものは初、えー、めの方の根本にはあると思います、まあ、52の菩薩道は菩薩のしなきゃければならない資行があるわけですけれども、まあ、そういう、えー、六羅蜜といって子ここが根本になってきますね であとどんな人を見た時に、えー、素敵だなって思うかというと気遣いができる人と出会うとあ素敵だなでその場面場面によっていろんな気遣いがあるんですけどもその人のまあ素晴らしい芸術的な気遣いというものを自分の肌で感じ自分の目に焼き付けて、えー、自分も真似をしてもっと自分も。 気遣いができる素敵な気遣いができる人間になろうと思ってます。一番は気遣いだと思います。ありがとうございます。もう時間もあと少しになりましたけれども、どうしても最後一言という方、はい。あ、そうですか。ちょっと質問だけいただいていいですか。はいはい。あのいつも心表れるお話をありがとうございます。あのまあ最後にってことなので本当に一言、えっ、ー、と。 まあここにお集まりの皆さんはそれぞれ普段の自分のこう責任ある立場でリーダーとしてあのまあ心砕いてえ日々過ごしてらっしゃる方が多いと思うんですね。例えば夜寝る前にものすごく心が疲れてるときに自分にどんな声をかけてあげたらいいでしょうかというのをぜひ皆さんに何かあの教えていただければと思います。はい。はい じゃあそれはとても大切な言葉なので先にもう一言っていうのを30秒で先生いただけますか <laughs> あの修験道は奈良時代より前からあったと言ったんですおっしゃったんですけど修験道は不許可になったんです縁の行者さんというのは伊豆へ流されましていつ亡くなられたかどうかも分かりませんだから在任なんですで今年から32030年前に現在の天皇陛下平成その前は昭和ですよね その前が大正明治その前の前のがね広角天皇としておるのこの人はだあの2歳でねお坊さんならされたんですよ聖護院で,でこの人が天皇になって広角天皇になったんですこの人が縁の行者をお許しいただいた千,千年紀にあたってなるほどで譲るしていただいて人弁大菩薩という先ほどおっしゃった、はい あの菩薩をもらえたんです。で、それ以来、あの朝廷、まあ天皇家は修験道。を認めになるように。認めたかどうか知りませんけど、はい、縁の行じゃお許しになって、前科ゼロになったわけですよ。なるほどで。大菩薩になったわけですからね。はい、これは、それが大事な、だから、その間は修験というのはどっちかという日陰門なんです、はい。なるほど。ありがとうございます。今光を当てられたのが、うん、っていらっしゃるのが、また大当たりで大きなお役割なんだと。はいはい、なるほど。 はいありがとうございますということであのちょっと素晴らしいご質問もたくさんいただきましたけれどもいろんな角度で皆さん感じられたことがあると思います最後にあの秋山さんがくださった大切なご質問にダイヤジャにお答えいただければと思いますどんな言葉をかけたらよろしいでしょうかそうですねまあ、思いやりの心というかそういうものがあるからこそ縁の業者も山で修行して で再生倫理のために活躍されてで山に入ってそれであまりにもみんなから人気が出たわけですよねでそのために、えー、人の残念ですねいわゆる妬み嫉妬を買ってそのために、えー、伊豆の大島に2年間流されることになりましたでこれは、えー、日本領域や食日本記には記述として残っているんですけれどもこの妬み嫉妬ゆえに何か我々の社会というものは あ疲れるんじゃなないかなと先ほどの秋山さんのご質問の通りに疲れる日もありますよねでもなんか分かりませんけども私も修行の時代がありそしてこの社会においていろんな人との交流をしている中で毎日心を丸くしようって今日テーマでお話をしましたけれども心を丸くしているうちにおそらく分かりやすく言うとここの中に昔よりも大きな大きな愛が 育ってきたんだと思いますとなななななるると嫌な人と嫌嫌人出会わなくなるんですよね嫌なことが少なくなくるんですで振り返ってみるとなんか人間ってこういうレベルがあってこのレベルの人たちと出会うのかなというふうに思います。なので今置かれている現状は厳しくてもこれを愛あるもっと愛ある人間になろう明日はもっと愛ある人間になろうと思って肩の力を抜いて「歯、はあ、寝よう」 と思って、<laughs> 次の日、おはようとても今日も愛ある人間になって、頑張ろうって言って鏡を見て、ニコってしていくといいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ぜひ皆さん、今日の夜から愛ある人間 <laughs> 次回お会いするときはニコッとお会いできればと思います。今日素晴らしいお話をいただきましたお二人に大きな拍手でお願いいたします。ありがとうございました。